はい、どうも、おはようございます。沖縄ござい、沖縄おばばでございます。いやー、まあ、今日の那覇市は蒸しますね。はい。朝から蒸し蒸し、すごいです。はい。えー、今日ね、多分ね、これ、1回か2回ぐらい着替えないといけんかなと思うぐらいです。はい。えー、もしね、あんまり蒸すようだったら、あ空調入れます。はい。えー、でも、まあね、今年はまだ、ほぼほぼ空調入れてないんで、 珍しいですね。まあ、涼しい風はあ吹いてるんですけど、まあ、気温もそんなに高くはないんですけどね。えー、ちょっと蒸すんですよ。はい。なので、えー、あんまりあれな時はね、えー、空調、はい、えー、除湿をね、ちょっとつけようかと思ってます。はい、えー、まあね、えー、今年はでも本当、ほぼほぼ、 まだね、確か2回ぐらい、えー、1ヶ月、1ヶ月2回、2回ぐらいかな。1ヶ月前ぐらいに2回ぐらいですね。えー、空調入れただけで除湿ね。えー、ほぼほぼ入れてません。珍しいですよね。えー、まあ、例年だったら30度超えの日がいっぱいあるんですけど、まだ30度超える日ってほとんどないです。今日もね、最高気温多分28度ぐらいですね。 まあ、そういうんでね。まあ、とりあえず、あの、沖縄ですね。まあ、那覇市なんですけど、那覇市南なんですけどね、南部なんですけど、まあ、南部でもね、沖縄の南部でも、え結構涼しいです。はい。えー、まあ、G7 がね、えー、まあ、いろいろ言われてますけど、まあ、皆さん大丈夫かな もうほんとね、何も考えてないなと思いますね。えー、日本人。はい。えー、何がかというと、G7 でね、核兵器をね、核核のね、兵器をね、えー、はいの、絶々だーって言ってますけど、なるわけはないじゃないですか。はい。えー、あの、そんなこと、あるわけないんですよ。えー、まずね、えー、核核しかじかのね、兵器だよーをね、 えー、絶したいんだったら、それを作っている会社に言わないといけないんですよ。はい。別にこれ国が作ってるわけじゃないんですからね。はい。あのー、軍事関連のね、えー、会社の方が作ってるんで、これに生産中しよう。 ね、えー、下さないと、命令を下さないとね、絶対ね、え廃、ー、絶はされません。<laughs> まあ、当たり前のことなんですけど、まあ、国の首相が言ってもね、企業が作ってたらそりゃね、 <laughs> そりゃ、排泄はできないでしょう。<laughs> はい。えー、まあね、アメちゃんにもね、いろいろありますよね。えー、こういったね、軍のね、えー、ぐんぐーんと伸びるね、関係のね、会社がいっぱい。はい。あまあ、えー、一例を申し上げますとね、例のロ、ろ、ろ、ろーのね、 えー、キードとかね。はい。えー、いろいろありますよね。軍事関連がね。はい。日本でもね、関係なくないですからね。これね。はい。えー、日本にもありますから。はい。えー、いわゆるね、財閥系の企業がね、えー、軍事関連のね、いろんなね、武器を使、作ってますんで。はい。で、まあ、噂によるとね、えー、日本のね、えー、 まあ、カクカクしかじかのね、えー、発電所とかでわ使われたね、えー、そういったああ核のね、灰の器物がね、えー、まあ、売られているっていうね、そういう話もありますからね。はい。まあ、これは真偽が定かじゃないんでね、何とも言えないんですけど、まあ、でもね、えー、日本にもね、ブッキーをね、作って、 ってるとところたくさんありますかからねねの部品とかも、ね、はい。なので、本当にね、カクカクシカジカの廃絶とかね、千の早々の廃絶を願うんだったら、まずこういう会社を規制しないといけませんよね。はい。まあ、なんて言うかね、おめでたいっていうかなんていうか。 まあ、劇場ですからね、彼らがやってることは。しかもね、えー、これね、えー、今、リスボンですね、リスボン。リスボンで、えー、もう、もう終わったかな。リスボンでね、開かれていたね、あのー、例のね、えー、G のセブンよりもね、はい、えー、格式の高いとある会議のね、はい、えー、なんて言っても世界中の王族が集まりますからね。 はい。その会議のね、あの、めくらましに過ぎませんからね。<laughs> はい。えー、なんでね、えー、G のセセブンセブンに来ている人たちもゴムなんじゃないかって皆さん言いますけど、多分ゴムでしょうね。はい。えー、本当に、用のッ波のね、えー、まあ、あなんていうか、モホ本のね、 えー、格式の高い人たちはあ、G のセブンの会議じゃなくてね、ビルのね、ダーのね、あっちの方の会議に出席していることと思います。はい。えー、まあ、んだ茶番だということですね。はい。<laughs> まあ、本当にね、 えー、こういうことでね、えー、まあ、平和への道の第一歩とか言ってるのは、まあ、ちゃ、ちゃらおかしくてね、えー、まあ、笑いが出てしまうんですけど、まずね、あのー、国がどうか、どうこうとかっていうよりもね、まずその、平気ですね、平気だよーですね、それを作っている企業をなんとかしないといけないんじゃないかと思いますよ。えー、そうしないと、 まあ終わりませんからね。はい。まあそういうことです。えー、もうね、もう、呆れるっていうかね。 えー、まあ、なんていうかな。まあ、あ、切れ替えるっていうか、もう、開いた口が塞がらないっていうか。まあ、でも、こんなのにね、えー、まあ,あ、普通の人ですね。いわゆる普通のね、まあ、何も考えずに生きてる人たちは、コロッと騙されるんだろうなと思います。はい。えー、騙されるというのは悪でございます。はい。えー、騙される方も悪いんです。はい。えー、まあ、ここら辺はね、えー、今日ね、あのー、 まあ、この前も配信したんですけど、はい。愚かなことは悪だというね、あの、仏教の懺悔文ですね。はい。懺悔文と言うんですかね。あれからちょっと解説しましたけど、今日はね、ちょっと突っ込んで解説してしていきたいと思います。はい。えー、仏教的観点,観点からね。なぜ、えー、知恵がない、もしくは愚かなことが悪なのかということです。はい。まあ、 結論から言っちゃえばね、簡単に言えば、あみんなが騙されなければ、この世に悪は存在しないからなんですよ。<laughs> はい。悪が存在してるのは、みんなが愚かで騙されてるからなんですよね。だから、みんなが賢くなれば、騙される人もいなくなるんですよ。<laughs> はい。まあ、そういうことです。で、悪を助長することもなくなるんですね。<laughs> そういうことですね。まあ,あ、端的に言っちゃうとね。はい。 え、まあ、賢くなりましょうね。我々、あの、人間ですんでね。えー、頭を使う、頭はね、えー、使うためにあります。はい。そういうことでございます。はい。それでは、あ皆さんね、今日もね、えー、元気に楽しく過ごしていきましょう。はい。それでは皆さんまたごきげんよう。沖縄おばばでございました。はい。猫は平和ですねー。 ねどっかにね、何かをね、仕掛けようとかね、そんなこと考えてませんからね。いいですね。